こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではおしゃれ初心者の方に向けてユニクロで冬に買うべき服をですね、完全解説をしてみたいなというふうに思っています。冬服って結構ですね、1点あたりの単価が高いので、全身をコーディネートするとなるとかなりですね、トータルの金額いってしまうわけなんですね。できればセレクトショップのアイテムとかも交えながらですね、コーディネートするのがベストだったりするんですが、コートだとかダウンだとかそういった重量なんかが入ってしまうとかなり金額がかかってしまうので、まずおしゃれ初級者の方が全身をバランスよくコーディネートするためには、僕はですね、徹底的にユニクロを使い倒すのが一番の近道だと思ってるんですね。ただユニクロにはですね、あまりにたくさんの商品があるので、その中から正解を導き出すのはですね、かなり難易度が高いかなと思ってるんですね。ユニクロでおしゃれをするということはよくですね、語られるところなんですが、それはある程度のスキルだとかセンスだとか経験値があるからこそ、あの莫大な商品の中からチョイスをすることができるので、なかなかですね、おしゃれが苦手なうちにはそういった視点っていうのは持ちにくいかなと思ってるんですね。ですので今回はおしゃれ初級者の方に向けて、冬にこのアイテムだけ見ておけば間違いないよというところをですね、ピックアップしてお伝えしたいなと思っておりますので、最後までぜひお楽しみいただければなと思っています。もちろんですね、僕の中でのおすすめもどんどんお伝えしていくんですが、まあ、動画を見ていただいている方の中にはですね、おしゃれな方もたくさんいるかなと思うので、そういう方はですね、僕のアイテム以外にもこのあたりもおすすめですよというのをですね、コメント欄にどしどし書き込んでいただいて、この動画自体見ていただければユニクロの様々なアイテムがですね、バシッとわかるようなものにしたいなと思ってますので、ぜひ皆さんコメント欄も活用いただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、実際に僕のですね、スマホの画面を見ていただきながら、ユニクロの冬服の中でもうこれは絶対に揃えておきたいというものをですね、一挙にお見せしていきたいなというふうに思っています。まあ、その前にですね、冬服についてちょっと因数分解して考えていきたいんですが、まあファッションというとある程度ジャンルに分けることができまして、まずは一番上ですね、外側に着るものとしてアウターというものがありますよね。まあ、僕が今着ているもので言うと、こちらのものですね。シャツアウターですね。こういった一番外側に来るものがあって、あとはこの内側に来るものですね。まあ、この中ではですね、まあ、トップスと呼ばれるジャンルで、例えばニットだとか、シャツだとか、パーカーとかがあったりするんですね。まあ、そして、ボトムスみたいなもので下半身ですね。そういったアイテムがあると。それにプラスしてバッグだとか、あとは靴なんかがあるんですが、まあ、今回はファッション、服というところでですね、皆さんにお見せしたいなと思っているので、このあたりのアウター、トップス、ボトムスという形で、買うべきものをどんどんお伝えしていきたいなというふうに思っています。まずはですね、このアウターというジャンルの中から見ていきましょうか。ユニクロの中にはね、様々なアウターがあるんですが、基本的にはですね、僕は2パターンあればいいかなと思ってるんですね。それは本当に寒い時に着るようなダウンと、あとはちょっと小綺麗に大人っぽく見せるようなコート、この2種類があれば十分なんじゃないかなと思ってるんですね。で、まずはですね、ダウンから見ていきたいんですが、ウルトラライトダウンとダウンがあるんですけども、ウルトラライトダウンっていうのは基本的には1枚で着て素敵に見せるというよりは、なんだろうな、インナーダウン的に着ることが多いかなと思ってます。この上にコートなんかを着ると、なんかね、あったかくていいなというところなんですが、個人的にはね、ダウンが主役になるような形で使うことが多くて、見ていきたいのがこのダウンというカテゴリーなんですね。まあ、ダウンもね、ほんとユニクロの中には様々なバリエーションがあって困っちゃうんですが、僕の中でおすすめしたいのが、まずはですね、コラボレーションモデルになるんですけども、ちょっとぐーっと下まで行きましょうか。プラス J の今季のダウンオーバーサイズパーカーというところね、これがね、やっぱり今季の中では使い勝手いいんじゃないかなと思ってるんですね。
通常のユニクロのダウンもいいんですけども、せっかくコラボレーションラインの中で素敵なものがあるんだったら、これを使わない手はないだろうというふうに思ってるんですね。で、プラス J はですね、デザイナーとのコラボレーションではあるんですが、割とデザイン的にはベーシックで使いやすいので、おしゃれ初級者の方でも使い勝手いいんじゃないかなと思ってますね。と色はですね、ブラックと、オリーブですね、2色ありまして、僕が個人的に持ってるのはオリーブなんですね。これもこれですごくいいんですが、まずおしゃれ初級者の方が持つべき色としては、ブラックがいいと思うんですよね。あまりですね、こう、ダウンというですね、外側のアイテムにインパクトがあると、それを毎回着てるのがバレやすかったりするので、なるべくですね、オーソドックスなブラックを選んであげて、中に着るものでちょっと印象を変えてあげるかいいかなと思うので、このブラックをお勧めしたいと思います。まあ、オーバーサイズではあるんですが、そこまでオーバーすぎないので、まあ、いろんな世代の方にも使っていただきやすいかなと思ってますね。サイズもね、まだこう、フルで揃っていますし、値下げして14,900円というところで、ユニクロの中ではちょっと高くはあるんですが、それでもジルサンダーのね、デザインでこの値段というのはかなりお買い得感はあるかなというふうに思ってますね。今年だけではなくて、来年以降も着れるような名作のダウンをですね、オーソドックスな一着として揃えていただくのは、間違いのない選択かなというふうに思っています。あとはですね、他には、まあ、プラス J の中でもね、この MA1 のものとかもあったりしますが、やっぱりですね、中級者以降のアイテムかなと思うんですね。で、もう一つご勧めしたいのは、ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーというところで、これもね、デザイナーとのコラボレーションですね、ホワイトマウンティアリングとのコラボレーションなんですが、デザイン的にはそんなに難しくないです。僕もこのブラックを今季は購入してよく着ているんですが、まあ大きめのポケットがですね、4つついているところがデザイン的な特徴なんですが、まあ非常にですね、デザインとしては飛んでない、ぶっ飛んでないので、使い勝手はいいです。シンプルすぎないところもいいので、おしゃれ初心者の方にもですね、使いやすいんじゃないのかなというふうには思っています。色は3色構成で、ブラックとダークグリーンとネイビーですが、もう断然ブラックですね。ブラックの方が合わせがしやすいので、これチェックしていただきたいなと思ってます。金額は7,990円とだいぶお安くなっていますね。まあ、ハイブリッドダウンということで、まあ、暖かさどうなのかなと感じる方も少なくないかなと思うんですが、十分暖かいです。中着込んでいただければ、間違いなく冬越せますので、このブラック、ぜひチェックしていただければなと思います。ちょっとカジュアルな感じのダウンが好きな方は、こちらのホワイトマウンティアリングのコラボ。綺麗めのダウンの方が好きだという方はプラス J という形で分けていただくとすごくいいんじゃないかなと思いますね。で、シームレスダウンコートのような着丈の長いコートは結構難しいんですよね。ちょっとね、これはダウンというこうモコモコ感があるもので、さらに着丈がここまで長いとですね、かなりインパクトが強いので、ちょっと難しいかもしれないです。もしちょっと長さのあるもので欲しいなと思ったら、こちらのウルトラウォームハイブリッドダウンコートが割といいんじゃないかなと思いますね。このデザインも結構様々なブランドでやってるような名作の形なんですね。丈はお尻がまあ丸々と隠れるぐらいの長さになっていて、大きめのフードにまあファーのようなものがついてるというようなデザインですね。これもまたね、意外と使い勝手がいいので、しかもあったかくておすすめかなというふうに思ってますね。ブランドによってはこういったデザインのもので、10万円以上つけているところも結構少なくないので、これがね、ユニクロの価格12,900円で買えるというのは、かなりお買い得感があるので、もう本当にね、寒い地域の方とかには、このね、ウルトラウォームハイブリッドダウンはいいんじゃないかなと思うんで、ぜひチェックしていただければなと思います。ただまあ、ダウンに関してはね、何着を持っててもしょうがないので、この中で、まあ、ライフスタイルだとか、ご自身の好みに合うもの、一着持っておけばいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っております。そして、もう一枚ですね、コートというジャンルの中では、これもね、たくさんの選択肢があって困るんですが、まあ、オーソドックスなものを使った方がいいかなと思ってまして、ステンカラーコートみたいなものもありますが、これはどちらかというと、ハルーム系ですね。で、一番王道が、ウールカシミアチェスターコートですね。これもユニクロの大定番で、僕もね、過去の動画の中で、アップしてますので、ぜひ見ていただきたいんですが、まあ、綺麗さのあるコート。で、サイズ感としては、チェスターコートというのは、やや細身なんですね。まあ、その中でもトレンド感を活かしながら少しゆったりめにはしていますが、コートの中ではやや細身かなと思いますね。これがね、綺麗に見せるためには、まあ、マストであっていいアイテムかなと思います。色はブラックと、あとはブラウンとネイビーの3色なんですが、
個人的にはね、ネイビーがいいと思いますね。少し柔らかさのある色で、ブラックよりはですね、親しみやすさも出るかなと思います。ブラックもいいんですが、かなり面積が大きくなると重たく感じやすいので、ネイビーぐらいが扱い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってますね。はい、内側はですね、ニットなんかで合わせながら、小綺麗に使えるようなものとして、チェスターコート15,900円。まあ価格もね、ウールカシミアでこの金額であれば、コストパフォーマンスいいかなと思うので、絶対に欠かせない一枚かなというふうに思ってますね。そしてもう一方ありまして、それがシングルブレストコートというやつですね。これもね、ステンカラーコートという形に近くてですね、先ほどのチェスターコートに比べると少しですね、シルエットはゆとりがあるんですね。で、色はこのダークグレーというものが良くてですね、これも動画の中で解説しているので、また検索していただければなと思うんですが、A ラインで少しゆったりめで今っぽい形なんですね。で、色はダークグレーで、ブラックよりは重たすぎないで、ヘリンボーン柄なので、生地に表情があって、そのあたりも含めて、すごく雰囲気いいので、これはね、8,000円前後だったと思うんですが、安くなってますね。あ、端っこのサイズはちょっと安くなってるのかな ?XL とか大きいサイズは安くなってますが、確か8,000円前後で買えるので、これも間違いのないコートかなと思うので、チェスターコートの細身の感じが好きなのか、もしくはちょっと今っぽさも出したいんだったら、シングルブレストコートなのかというところで、二択で検討していただければなというふうに思ってます。他にもね、いろいろアイテムあるんですが、まあ、このあたり、アウターに関しては2種類持っておけば十分かなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、続いてですね、トップスというジャンルですね。ここもすごく重要ですね。まあ、アウターが一番目立ちやすいんですが、アウターってやっぱり外で着てることが多くて、室内になるとアウター脱ぎますよね。そうなった時に一番こう外側に来るのがまさにトップスなので、このあたりもしっかりとしたものを揃えた方がいいかなと思うんですね。まあラインナップとしてはいろんなものがありまして、フリースがあって、ニットセーター系があって、まあカーディガンもねそのジャンルの中ですね。あとはスウェット、パーカーみたいなものがあって、 T シャツがあるという形ですね。まあポロシャツなんかもありますし、あとはシャツですね。襟付きのシャツもあってというところで、まあ、こんな形のラインナップになっているんですね。その中で一番重要度が高いのは、僕はニットだと思うんですね。ニットというのは、まあトップスの中でもやや綺麗めな感じもあって、適度にカジュアル感もあるので、すごく使い勝手がいいんですね。後でお伝えしてきますが、まあパーカーみたいなものもすごくいいんですけども、まあパーカーだとややカジュアルに映ることもあったりするので、人によって似合うかどうかが分かれてくるんですが、ニットに関してはもう様々な方に似合いやすいので、ぜひチェックしていただきたいなと思ってます。ただニットはね、たくさん選択肢があるので、非常に困るんですね。まあ、どのニットもいいんですよ。使い方次第で全部活用はできるんですが、おしゃれ初級者の方におすすめっていうところで言うと、どのあたりなのかと言いますと、まずはですね、もう定番はエクストラファインメリのクルーネックセーター。これが間違いないと思います。まあ、今回ご紹介するニットの中でも、一番ベーシックかつ、厚みがないんですね。薄くて、非常にこう目が細かいというのがこのニットの特徴なので、もうロンティ感覚でさらりと着ていただけるのが、まあ、このニットの特徴かなというふうに思ってます。まあ、本当にね、先ほどのコートの下なんかにも着れるし、あとはですね、ジャケット。今回はね、ジャケットはあえて出さなかったんですね。冬着ということで出さなかったんですが、ジャケットの下なんかにも着れるような厚みなので、使い勝手はいいかなというふうに思っております。じゃあ色はどれながいいのかというとですね、難しいんですね。このグレーなんかもですね、ちょっとこう、スウェットっぽい感じがして素敵だったりするんですね。ですが、個人的にはね、この06のグレー、ちょっと濃いめのグレーなんかが品があっていいなと思いますし、あとはこのブルーっていうのもすごくいいんですね。なんかね、ネイビーに比べると鮮やかな差し色っぽく使える色なので、このブルーもいいと思いますね。あとはこのベージュもね、柔らかみもあって良かったりするので、この3色ですね。06のグレーと、あとは、どっちかな?これ2つあるんだな。ブルー2つあるんですね。さっきは67のブルーでしたが、ちょっと濃いめの68のブルーもいいですね。ちょっと明るめのブルー系。そして、あとはこう柔らかい雰囲気を出るベージュ系。このあたりを持っておけば、まず間違いがないかなというふうに思っております。まあ、ニットはこんな感じで、1つ目は、定番のエクストラファインメリノですね。はい、続いて2つ目のニットなんですが、まあ、V ネックセーターはね、個人的にはちょっとまだ旬が来るのは先かなと思ってますね。先ほどのエクストラファインメリノだったら、
クルーネック、丸首がいいかなと思っています。あとはですね、タートルネックとかもいいんですが、首元の高さがあるものは結構好き嫌いが分かれるので、首元まであったかくしたいなという方であれば、こういったタートルネックもいいかなと思うんですが、個人的にそれよりもおすすめしたいものがありまして、それがですね、これ、エクストラファインメリのモックネックセーターというところで、これもね、以前動画でやったので見ていただきたいなと思うんですが、首元が高さがあるので、しっかりと暖かくて、トレンド感もあるんですね。このモックネックっていうのは、タートルネックと丸首の間ぐらいなので、適度に高さがあってトレンド感もあるんですが、そんなにこう首ががっつり隠れないので、タートルネックが苦手な人でも着やすいというところで、これはおすすめですね。色はね、動画の中でもご紹介したグレーが良かったです。まあ、ブラックとかもいいんですけれども、上に羽織るものが結構ですね、ブラックネイビー系だと重たくなってしまうので、個人的にはグレーがいいかなと思いますね。あとは、まあ、この明るめのグレーね、これ失敗するとやぼったく見えますよね。なので、06のグレーかな。ちょっとワインレッドは難しいので、このグレーというところは揃えておいていいかなと思いますね。まあ、先ほどの丸首が1枚あって、モックネックが1枚あるというのもいいかなと思うので、例えばどんな螺旋でいくかというと、モックネックのこのグレーがあって、で、丸首の方はベージュなのか、もしくはブルー系なのか、そんな形で脱線組めば間違いなくいいかなと思うので、こちらもぜひチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、続いてですね、おすすめしたいのが、もうちょっと厚手のニットっていうのもあってもいいかなと思うんですね。ニットって本当に使いやすいので、複数の選択肢があっていいんじゃないかなと思ってるんですね。そういった意味で先ほどはすごく薄手のニットだったんですが、冬場にこのニット、先ほどのね、ニットぐらいの上にコートだと寒いので、僕はもうちょっと厚みが欲しいなと思ってまして、その点便利なのが、ローゲージ、リブクルーネックセーターですね。これがね、しっかりと厚みがあるので、すごく使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。色に関しては、オリーブとか、あとはグレーね、両方ともすごくいい色なので、このあたりはすごく使いやすいんじゃないかなと思いますね。基本的にはね、デザインはあぜ編みのニットですごくね、上品な雰囲気が出てくるので、いいんじゃないかなと思いますね。首元もしっかりと、隠れるので、重ね着もしやすいし、一枚で着てる風に見せてあげてもいいかなと思うので、このローゲージニットすごくいいので、おすすめです。金額は4000円ということで、まあユニクロニットの中では少し高めなんですが、なかなかね、セレクトショップなんかでこういったニット見ると、8000円以上は必ずするので、お手頃かなと思いますね。厚手のニットというところで言うと、このローゲージニットがいいんじゃないでしょうか。そして、まあ、ローゲージニットもいいんですが、まあ、ここまで暑いと重たいなとか、動きづらいなって感じる方は、先ほどの薄手のニットですね、エクストラファインメリノと、ローゲージニットの間ぐらい、まあ、いわゆる中肉厚のニットと呼ばれるのが、ウォッシャブルストレッチミラロンリブ、クルーネックセーター、こちらなんですね。これまたね、動画の中で解説をしてますので、遡っていただきたいなと思うんですが、中肉厚で肌触りも良くて、これはあらゆるシーンで使いやすい万能なニットかなと思っています。上にジャケット着てもいいし、コート着てもいいし、下にもシャツ重ねても良かったりとか、様々な着方ができるので、このね、厚みすごく使いやすいかなと思うんですね。で、色に関しては、まあ、これまたね、今季白がないのがね、ちょっと、悲しいんですよね、個人的には。ホワイトとかオフホワイトがあったらいいなと思うんですが、一番明るいのでグレーという感じですね。これもね、なかなか難しくて、個人的には今季やっぱグレーが多いんですよね。この濃いめのグレーが圧倒的に品があって良くて、ブラックとかネイビーだとちょっと重たくてって感じなので、まあグレー推しかな、これも。ちょっと明るいものは失敗するとこうスウェットのカジュアル感が強くなりすぎてしまうので、スウェットっぽくなるので、個人的にはこれも06グレーがいいんじゃないかなというふうに思ってます。こんな感じでニットは様々ありますが、厚み次第で全然見え方が変わるので、まあ、ここら辺は皆さんのライフスタイルによって選んでいただければいいかなと思いますが、エクストラファインメリノか、もしくはローゲージのニットなのか、ミラノリブの中肉厚のニットなのか、このあたりで2、3枚はあるといいんじゃないかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて見ておきたいのが、スウェットというジャンルなんですね。
まあ、セーター、ニットみたいなものがきれいめなトップスだとしたら、まあ、もうちょっとカジュアル感を出せるようなものとしては、スウェットだとかパーカーみたいなアイテムがあるかなと思ってるんですね。まあ、このジャンルというのは、もともとはですね、かなりカジュアルなので、大人の男性には似合わないと言われたところなんですね。ですが、まあ、最近はですね、こういったスウェット系でも上品な大人見えするものが増えているので、そういったものを使っていただければ意外と使い勝手はいいんじゃないかなと思ってます。ただ、どれもこれも使えるというわけではないので、厳選する必要があるかなと思うんですね。なので、個人的にお勧めしたいのはどれかと言いますと、まあ、ユニクロ U のスウェットプルパーカーなんかは使い勝手はいいんじゃないかなと思います。デザイン的にはですね、すごくベーシックで使いやすいんですね。少しだけオーバーサイズな感じはしますが、決してゆったりすぎることはないので、使い勝手は良いかなと思ってます。フードもしっかりとですね、厚みがあっていいので、これがおすすめですね。まあ、色はですね、様々なものがありますが、ちょっとこう明るさを出したいのであれば、ナチュラルみたいなもので、コートの内側に着るのがいいと思いますね。チェスターコートの内側とか、あとはステンカラーコート、まあシングルベストコートですね、の内側なんかにパーカーを着てあげるというスタイルもいいかなと思うので、ちょっと明るさを出しているのであればナチュラルがいいかなと思いますし、まあオーソドックスで使いやすいのはこのブラックですね。ブラックのパーカーはカジュアルさのあるパーカーの中でも色が引き締まっているので、すごくバランスがいいですね。で、コートをシングルブレストコートのグレーにしてあげて、内側にブラックのパーカーにするというのは間違いなく合いますので、そういった着こなしには使いやすいかなと思ってますね。まあ、パーカーはすごくこれいいと思います。他にはですね、個人的におすすめなのが、ウルトラストレッチドライスウェットプルパーカー。これがですね、生地の質感がなかなか変わっていていいんですよね。ちょっと微光沢があって、よく伸びるような素材感なんですが、意外とですね、パーカーの中でも上品に見えやすいんですね。まあ色の感じもですね、ちょっとこう混じり系のあったりするようなイメージなんですが、このね、ダークグレーがね、すごく良かったんですよ。先ほどからダークグレーばっかり出てきますが、なんかね、やっぱり大人の男性にも似合いやすいような上品さがあるのが、このダークグレーなんですね。もしコートがブラックネイビーあたりだったら、内側に着るパーカーはこういったダークグレーでもいいかなと思うんで、これはおすすめです。着心地もいいし軽くていいので、ぜひね、チェックしていただきたいですね。思い切ってホワイトぐらいに振ってあげるのも意外とバランスがいいので、パーカーであったらね、先ほどのユニクロ U なのか、こちらのですね、ドライスウェットなのか、どちらかで選んでいただくといいかなと思うので、ぜひこちらもチェックしていただければなと思っています。はい、続いてカジュアルシャツですね。これもね、結構重要で、秋冬になるとなかなかシャツ単体だと見えづらかったりするんですね。シャツの上にアウターだとやっぱりちょっと寒いので、その上にですね、ニットを重ねたりするようなコーディネートが多かったりするんですが、なのであんまりこう主役級ではなかったりするんですが、だからこそユニクロで揃えるのもいいかなというふうに思ってます。シャツもね、めちゃくちゃ種類があって皆さん悩みますよね。なんか中級者向けであればオーバーサイズシャツブルゾンとかもすごく良くて、個人的にこれはめちゃくちゃ愛用してるんですが、初級者の方にっていうところだとなかなか難しいので、ちょっと見ていきたいんですね。こういったチェック系のフランネルシャツ部も難しいんですよね。なかなかコーディネート難しいので、ちょっと、他のものがいいかなと思うんですけども、個人的におすすめなのが、こちらですね。エクストラファインコットンブロードストライプシャツ。まあ、ストライプのシャツというのは柄物の中でも少しですね、アクセント要素があって、1枚で着てもですね、良い雰囲気にはなりやすいかなと思うんですね。まあ、ブルーとホワイトのストライプで、これはね、シャープでかっこいいので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思います。まあ、このまま1枚で着るスタイルも、秋、春にはいいかなと思うんですが、まあ、このシャツの上に、先ほどご紹介したニットだとか、パーカーなんかを重ね着していただくと、すごくバランスがいいので、このストライプシャツはいいんじゃないでしょうか。値段もね、3000円というところですごく買いやすいので、1枚あると便利かなというふうに思います。他にはどんなシャツがあるかと言いますと、僕が注目しているのは、これまたね、重ね着のパーツとして着ていただきたいんですが、エクストラファインコットンブロードスタンドカラーシャツですね。襟型がちょっとこう、スッキリとしたスタンドカラーになっているもの。こういったものもね、ここ数年は旬でいろんなブランドから出ているんですが、これをですね、ユニクロの通常ラインでもやってるんですね。まあ、ちょっとブロードのシャツということで、素材の質感上品で、大人っぽく見えるんですけども、これも単体で着るというよりは、
丸首のニットの下に着てあげると、このスタンドカラーの部分だけ見えたりだとか、裾の部分を見せることができて、奥行きが出るので、割と初級者の方でも使いやすいかなと思うんですね。ニット単体で着るよりは、こういったシャツの重ね着が良かったりするので、こういったシャツも使い勝手がいいので、値段もですね、3000円と買いやすいので、こちらもぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、こんな形でトップスいろんなバリエーションがあるんですが、基本的にはニットとパーカーとシャツ、それぞれあれば十分かなと思ってますので、ぜひこのあたりも、まあ最小限でいいかなと思うので、皆さん揃えていただければなと思っています。続いてですね、ボトムスというジャンルから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、上半身って結構いろんなアイテムがあるんですが、下半身に関してはもうボトムスオンリーなんですよね。まあ、この中でバリエーションを出すことが大事かなと思うので、まあ、いくつかご紹介したいかなと思うんですが、あんまり量がありすぎても、おしゃれ初級者の方だと使いこなせないかなと思うんですね。ですので簡潔に、必要最低限のところをお伝えしたいなと思っています。まずはですね、まあ、一番ベースとなるのが、ジーンズですね。まあ、デニム系はもう僕ら大人世代だと、やっぱり1本ぐらいは持っておいて間違いがないかなと思うんですね。ただトレンド的に言うと、こういったデニム系が今めちゃくちゃ熱いかというと、そんなことはなくて、それよりもこうスラックス系だとか、ちょっと綺麗に見えるボトムスだとか、ワイドパンツの方が、やっぱり主流ではあるんですね。でも、やっぱり1着ぐらいは持っておいてもいいかなと思うので、まあ、この数あるデニムの中から、まあ、ベストと呼べるものをですね、皆さんにご紹介したいなというふうに思っています。でですね、まあ、どういったものがいいかなと思ったんですが、個人的に今履くのであれば、ベーシックな一本として、ストレッチセルビッチスリムフィットジーンズというところで、ご紹介をしたいなと思っています。まずボトムスのシルエットとして、今はね、ユニクロデニムいっぱいあるんですね。スキニーフィットがあったりだとか、あとはスリムフィットがあったりだとか、レギュラーフィットがあるんですが、一番ね、デニムを履くのであれば、あまりこう、カビになりすぎない方がいいと思うんですね。スキニーほどピタピタだと、これまた、ややトレンド感からずれてしまいますし、大人世代だと、ちょっとこう、抵抗感がある方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、スリムフィットぐらいがですね、無駄な部分もなくて、足もシャープに見えて、なおかつやりすぎ感がなくていいかなと思うんですね。まあ、このスリムフィットの中で、セルビッチっていうところで、まあ、色がですね、なるべく生デニムっぽくて、クリーンな感じのするものですね。それで、まあ、赤耳と呼ばれるような部分ですね。まあ、別名セルビッチと呼んでいますが、この部分が見えるっていうですね、ちょっとしたポイントも楽しめるのが、このデニムかなというふうに思っています。まあ、シルエットもシャープで、デニムの中でもクリーンな雰囲気がするので、この6級のネイビーのスリムフィットデニムが1本あるとすごく便利かなと思います。このボトムスに対して綺麗な、例えば、チェスターコートだとか、シングルブレストコートなんかを合わせてあげると、すごくバランスがいいと思うんですね。一方で、ダウンのようなカジュアルなものに対して、またボトムスもカジュアルになってしまうと、ややですね、全身がカジュアルすぎるので、こういったカジュアルなデニムというものには、着丈の長いコートが合うかなと思うので、そういった形で合わせてもらうといいかなと思っています。価格はですね、まあ、期間限定ですね。今撮影している時だと安くはなってますが、まあ、4000前後で買えるので、これもぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてですね、まあ、デニムはこのあたりがあればいいと思うんですが、チノパンね、僕はあんまり個人的にはお勧めしていません。もちろんね、この中から選ぶというのも選択肢としてはあるんですが、まあ、デニムで先ほどのね、セルビッチが1本あればいいかなと思ってまして、あとはですね、ジャンルとして、アンクルパンツ。このあたりはね、すごくいいと思うんですね。今は先ほどもお伝えした通り、デニム系よりもちょっとスラックスライクなもの、ワイドパンツっぽいものがですね、旬にはなっているので、この中から選んであげるといいんじゃないかなと思っています。で、この中で定番と呼べるのがですね、スマートアンクルパンツですね。こちら。これはね、大定番ですね。僕の動画の中でもよく出てきますが、まあ、ブラック系のパンツです。こういったブラックのパンツで、もも周りは少しゆったりしてるんですが、膝から下はテーパードといって、やや細めになっているんですね。様々な体型の方にも似合いやすいですし、ややゆったり感っていうところも楽しめながら、大人っぽいスラックス調の雰囲気も楽しめるので、これは鉄板です。ボトムス1本だけ選ぶのであれば、僕はこのブラックの、こういったスマートアンクルパンツがいいんじゃないかなと思いますね。価格はですね、3990円ということで、まあ、こういったものがね、手軽に5000円以内で買えるのはすごくいいかなと思うので、これはぜひ持っておいていただければなというふうに思っています。
そしてこのスマートアンクルパンツは他にもですね、色がありまして、グレー系も良かったりするんですが、個人的にはですね、もう一つおすすめしたい色味がありまして、それがですね、このコットンライクの素材感のもので、オリーブですね、ちょっとグリーン系の深いグリーンのものがすごくバランスが良くてですね、色味が深くて、ちょっとボトムスまでブラックだと重たいかなという時には、このオリーブがあるとすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思ってます。これも別動画で1本ちゃんとですね、このボトムスだけに特化したものも用意してありますので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。ボトムスに関して言えば、このあたりがあれば十分かなと思うんですね。色落ちのしてないようなクリーンなデニムがあって、スマートアンクルパンツのブラックとオリーブがあれば十分回せるかなと思うので、このあたりをですね、買い揃えていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではおしゃれ初級者の方に向けて、この冬にユニコで買うべきものをですね、徹底的にご紹介をさせていただきました。正直ですね、かなり長くなってしまったので、ここまで見ていただいている方そんなに多くはないかなと思ってるんですが、ぜひ今回の動画を参考にしながらユニコでの買い物をお楽しみいただければなと思ってます。また今回ご紹介したものをかなり厳選しているので、もっとこういったアイテムもいいよというような皆さんご意見ありましたら、ぜひコメント欄でいただけると、そのコメント欄も含めてこの動画がですね、初級者の方に向けて良いコンテンツになるかなと思うので、ぜひご協力いただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、全力で解説をしたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。